画面の前の皆様、こんにちは。マルビト Q でございます。普通に、シンギュラリティの練習でもやろうかなと、いうことでやっております。よいしょ。はい。はい、どうも。オーケー。え、これはいけますね。よいしょ。さあ、来なさい。よいしょ。あそこつけられないか。そこつけとこ、どうやって飛ぶんだっけ。あれ飛べないんですけど、あれバイオポット、え、バイオポットに飛べないんですが、M4 だよな、マウスのサイドボタンだと思うんですけど。やべ、バイオポットに飛べねえ。ただの機械来た。やっぱ飛べないよな。よいしょ。なんかただの歩く人になってしまったわ。お、飛べるかこれは。飛べねえわ。よいしょ。やべえ、ただの歩く機会になってしまった。誰か私を救ってくれ。マジで飛べないんだけどさ、クロードって何もしてないからいいや。っていうか、これ逆にさ、EMP を拾ってくれるだけでも、マシなのでは。二人来た。薬交換でも OK。 よいしょ。いいよ、追わなくて。ドワイトは救助させますか。よいしょ。ウェイト割らず。こっち回り。マジか。よいしょ。いや、待ってくれよ。私はもうあれなんだよ、ただの板も壊せねえ。板は壊せるわ。板壊せなくなったらそれは終わり、おしまい。それはおしまい。あれダウン取れるな。
君ら EMP なんか拾ってる暇あったら発電機直した方がいいぜ。なんてセリフなんだ。これあれだな、あのピンクの注射器だね。ピンクの注射器、ピンクしかないんだけど注射器って。ピンクの注射器ですよ、ウルレアのね。わあ、ここ長いな。よいしょ。こっちら辺に悶絶のフックあったっけ？あった。よいしょ。いやマジで見に行くことすらできんのか。これはきついな。そうか、ドワイト釣ってたか。メグ後ろにいた。あ？いたな。どう？よいしょ。このままクローデット追いますか。ああ離れる。よいしょ。もうあとあれだからね、今これ単純なトポのパワー、トポのパワーと EMP による遅延。よいしょ。いってるかな。ちゃんと言ってる。そこは一応割ってはいねえが。おっと、そっちに回るのか。よいしょ。よいしょ。We get an inferior。ここ一緒と。やべえ、練習になんねえけど、普通になんかこう、無駄に能力使うことないから、なんとかなって。能力の無駄打ちってやっぱ結構ねリスクが高いというか、相手に隙与えることになる。てかイタチ忘れてた完全に。今思い出した。ここまで実質3パークですからね。出ないな。多分救助来るのはクローゼットなんじゃないかな。ドワイトも回復してた。ミグ落としていい気がするな。落とすというかキャンプでいい気がする。
ってないか。来てくれんかな。お、壊したぞ。何の意味もないけどな。あ、二人来てる。回してないのなら、まあ、抜かれてもいいです。ダメなの今の。あ、どこ行った？あ、いたいた。部屋には行かれたくないんだよな。そっちも板ないんで。よいしょ。回復したか。オッケー。やべ、能力使えない方が逆に強いのではシンギュラリティ。いや、まあさすがにそれはないけど。さすがにそれはないけどさ、能力が使えなくてもワンチャンある景気だ。なんじゃそら、なんじゃそらですが、ね、今ね結構ねいろんなキラバフってるんだよね。いた。いろんなキラがバフってて、ウェスカーはまあ禁止されてるというか、はあ、ウェスカーバグってる。ウェスカーの他にはまあレイス、リージョン、バグってて、おお、普通に行く。よいしょと。フェイス、リージョン、ネメシス。ネメシスはアドオンか。ドワイト多分そこにいたな。まあ、一括するか。なんかね、もっとバグってるって言ってる人もいるんで。あ、 あとセノバイトか。まあこのシンギュラリティはね、まあ、前と同じ構成なんですけど、まあ、前は使えてたんで、多分なんか一時の何かしらに起因するバグだと思うんだけど、普通にシンギュラリティ使ってる人いるからね、普通に使えてる人はいるんで。マジ飛べないよな。しかもマウスのサイドボタンの間違ってるとかでもないもん。でも EMP をクローデットとかなんか結構積極的に取りに行ってそうだったもん。普通のシンギュラリティ相手だったら多分それは正解の動きだと思うんだけど、割とね。ただこのシンギュラリティ、なんとバイオポッドに乗り移ることができませんでした。というわけで、無能力でもなんとかなるな。なんとかなるときは。というわけで、ただの歩く何か歩く物体でした。ご視聴ありがとうございました。高評価、コメント、チャンネル登録いただければ幸いです。それではまた。